よし、皆さん、レグッツナイトです。今日はちょっとビデオを作りたかった友達の、ジェイミー君がいつもいつも素晴らしいのおすすめの情報を来ましたとか、いっぱいの騒ぎの時はいろいろな人は誰でもギア見るでしょ。どんなスタイルとかかっこいいイケメンとか、それとか必要だけ使えるの人はちょっと騒ぎに珍しい。でも本物の戦争にはいらないのギア使うちょっと重いですから、あまり必要ない。今は本物の重いさのプレートは2つにつけてますとか、本物ぐらい重さヘルメットとか、それだけのでちょっと重くなる。でも今は、ライフルよく使えるの設定はマガジンは3個から6個ぐらいが必ず必要です。必ず本物では30ラマだけですけど、パン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 と超撃じゃなくて、必ず機関銃じゃないですから5発ぐらい一つ敵を倒すはず。それで6発のマガジンは180ラマでしょ、プラス銃のマガジン7×30210弾ぐらいだけを思うとマガジンはすぐ重くなる。この前には 4個のマガジンプラス2つ、上1つここから取る、下の1つここから取る。前には6個はできるですけど、ちょっと太ってるなるでしょ。それは先祖ね、あ、この脚立とかこのボルトが必要。くし、ここにちょっと重くで、ああ難しいでしょ。それで横でちょっと右にできます。それとかマガジンは6個。第2大切にはアイファック、もしかして手に当たれた肩とかどこにも当たれたら、ここに後ろにあまりできないですから、前にはすぐ必要物を取れる。例えばタナキとはこの辺に血止まるすぐに、それは必ず必要当たれたら。それ右の方は一番いい。それとちょっとサポートシューティングにもうできます。それとか銃には一つマガジンとかここから取れる、下から取れる。あの1ポイントのスリングで右のアイファックで脚立に使える例もここに入れてもう大丈夫。手ハンズフリー。それといきなり銃をこっちに敵に食らって必要、もしかしてちょっと動けるけど、ウェポンズカッチのベルマジックテープのやつをここに入れたらもうちゃんとキャッチと逃げない。それちゃんとローププチーッ引く、キャタツのシュッシュッ、ここからプチッできます。次にはまだ持ってないのギアはアソルトパック。今背中は何もないですから、それは水とか食べ物、エクストラマガジンとかもうそのカバンに入れたら OK です。これは一番軽いの設定、今は高峰さんとかこれはゲームにターゲットですからちょっと取れる。でもいつも後ろには守る。それで時々サバゲーながらパン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 と小さい高峰さんの声は、敵は後ろデモンシュパン、便利でしょ。もしかして僕だけはその声聞こえるかもしれないですけど、素晴らしいのことです。おお、それともしかして僕は実はピストル、ハンドガンあまり好きじゃないですから、上等でもウェイトプラス、でもコーナーにクリアは超便利ですから、ピストルベルトも必要です。今はマガジンプラス1つでも、だってサファリーランドホールスターはまだメール中ですから、それは右足に入れてとベネの時使います。でも今はマガジンだけ
第3必要ものは、その水パック、マップ、マジュラーアソルトパックに入れるから、ここにラジオはこのやつから入れて、ゴムズはこのヘルメットと一緒、使いやすい。次は、ダンプパウチは、いっぱいの人たちはベルトがいいですけど、プレートキャリアにも使います。これで、まだ手をよく使える。マガジンの近い。自由からマガジン取って入れて、次の、いきます。でもね、ここにはあまり動けない、走るながらとかいっぱい入れるものにあまり動けない。ベルトにはちょっとブーシュブーシュブーシュとちょっとうるさい音、シャク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 聞こえるで、ちょっとダメ。すごく静かのギアは最強。それ今はライフルはそのキャッチに入れたらあまり音がない。それは一番。ふい。ふう。ちょっとだけ重い。重くより熱くなる。それもうすぐ沖縄は冬になるから大丈夫です。それ以外は、一番軽いとか水、アイファックは必ずこの辺がいいと思います。後ろにもできるですけど。もしかしたら血が取ってる。最初にはプレートキャリア取って、握って、日本語できるぞ。とりあえずプレートキャリアは脱いで、それからアイファック。もう血は大変になれば5秒、8秒ぐらいだけがあるんですから、今、バーン鳴かれたら、クチッ、シュッ、プチッ、OK。いいがよ、もう。今はプレートキャリアの情報、それだけ。いっぱいの人は多すぎる荷物、ここの前はブーフ、後ろブーフ、前はブーフ、いろいろ。もしかして漏れだけ見たら、パルスを見たらどう、必ず何かに入れるはず。でもそれは一番の難しいの、できるのことと軽いの、よく動けるのことはいつも戦ってる。あれチェストリグとマガジン3つだけは一番早いけど、できることはちょっと少ない。渡れたら必ず死ぬ。プレートなしとか。爆弾もヘルメットなしで死ぬ。それでちょっと早いと強いとよくできるのことはいつも戦う。いっぱいの全てのギアとロケットとか機関銃を持ったらすぐ疲れられる。そう、もう遅いターゲットは当たれるやすいので、軽いの方が、アイラの方がいいと思います。もうぐらいですね。ですね。意外にはここには当たれるの、チーノ、ちょっと便利。これはスリムぐらいのやつですけど、面白い。まだ沖縄のサバゲーにはこれは必要ないですけど、あればちょっと楽しいとか、当たれたは分かりやすいとか。もう今とはそれだけと思います。次は何を作るかな。それと、もっと日本語のレビューとブログを作りたいので、ゆっくり準備するのが、友達にも一緒にビデオを作るが必要。テスラ、ゴジラ。じゃあとりあえずそのままがいいと思います。じゃあ自分のプレートキャリアは軽いとか重すぎとか必要ないものがあるかな、をよく考えてください。まあ僕サバゲーには確かに OE のギアはちょっとかっこいいですけど、本物の戦争にすれば、そういえばすぐ軽くなりたい、熱すぎ、重い、よく動くないの感じでになるですから、もうとりあえずここはまあがいいと思います。まだ
休みの日まだ早いとか、朝ごはんがまだ食べてなかったので、とりあえずここまで。次のビデオはすぐ作るはずです。もう大学あまりしないとか、あと今は仕事だけ、あ、赤ちゃんもちょっと忙しい。でももっとビデオを作りたいので、もしかして次に英語とか日本語のクラスも作ります。英語版に日本人に教えるとか、アメリカ人にもちょっと日本語の説明するの方がいいかもしれない。でもとりあえず朝ごはんに行ってきます。じゃあ皆さんお疲れ様です。またね。 Stay chivalrous.